ク保さん。やっぱロッキー僕はあんま知らないですね。<laughs> ロッキーはなんか勝つイメージがあったんですけど最後。うおーみたいな。負けなんですね。<laughs> なるほどね。<laughs> はい。ということで今回はね、ミノタウロスの皿にしましょうか。言葉は通じるのに話が通じない。これは奇妙な恐ろしさだと。<laughs> このね、僕ね、ミノタウロスの空あ皿っていうのはお客さんだったかな。お客さんからこんなのありますよっって多分シェアされたのかな。 でも衝撃的で、まあた多分久保さんも知ってると思うんですけど、久保さんから聞いたかなお客さんだったかなちょっと忘れましたけど、と,とりあえず何かのきっかけでこう僕見たんですけど、まあこれはね、逆転してるんですよね。まあ普通僕,僕たち人間っていうのは牛とか豚を食うわけじゃないですか。で、そ,そこのせ世界では、そこの惑星では、えっ、ー、と、豚とか牛さんが人間を食べるみたいな、逆転してるんですよ。で、人間は牛とか豚に食われるために、 そこにまあその降りちゃったんですよねでそのなんだこの世界はみたいなね <laughs> そう言葉は通じろに話が通じない <laughs> ね久保さんと僕は話は通じてんだけどあの言葉は通じてんだけど話は通じてないってロッキーに対してね <laughs> いやこれはね、僕ね、ミノタウルスの皿はね、僕めちゃめちゃす、これを描いたね、藤子さん、あのー、藤子藤江さんですか。僕すごいなと思いますね。だから、この視点で漫画を描けるっていうのは、マジすげえと思いますよ。うん。まあ、こっから何が学べるのかっていうと、いろんな学びが僕はあると思います。うん。人のその、なんだろう、先入観だったり、価値観だったりとか。 何が正しくて何が悪いのかだったりとかいろいろその考察受け取れる物語なんじゃないかなと思いますねなんか例えばね僕思うんですけどなんかそのあの殺処分殺処分あんまさあの公正ですっていう人あんまいないと思うんですよなんか今もあのなんかその殺処分されてると思うんですよあの犬とか猫がね あのなんかガスで殺されるとかなんか多分やってると思うやられてると思うんですけどだけどねそれをさ例えば殺処分を反対してる人たちっていうのはあのまあ全員じゃないとは思いますけどもその牛とか豚食ってると思うんですよ魚も食ってると思うんですよ魚も処分っていう言葉ではないけども殺,殺してることには変わりないですよね殺して食ってるんですよ だからこっちではそれはなこっち殺処分は何すかねうーんそれは良くないそれはどうだだけどこっちは殺してるとだからこの物の見方なんですよね物の見方で変わってしまうっていう物事がだから何すかね、まあ、人間っつうのはなんか結局都合の良いように見,見てるって物事を都合のいいように解釈しているっていうのが僕はあるんじゃないかなと思うんですよ じゃあこれもものの見方で <laughs> じ,ゃあじゃあベーガンですとじゃあその肉も魚も全部そのその殺して食べるのはあれなんで野菜を食べてますとでもこれものの見方で野菜にも命あるよねといや野菜は人間に食われ,る,食われるためにこう生まれてきたのって話で違うよねといや野菜にも命あるよねっていう捉え方だったら全部食えないんですよね全部食えない <laughs> だってそうじゃないですか こう切ってんすよ野菜,野菜が菜が喋れたらどうすか野菜に感情があったらね、こう切ってんすよ。米とかも全部そうですけど、こう切ったりとかしてんじゃないですか切り刻んでるじゃないですか命ですよね、一応。ただそれが血が出るのか血が出ないのかっていう、ただそれだけの、まあ、違いだったり、まあ、その、なんかちょっと違いなだけであって。 だから人間っていうのはね本当に都合がいいところをその切り取ってるのかなっていうのがこのミノタルスの皿から非常に学ぶことは僕は非常に多いと思いますね。い、うん、ってらっしゃい。